今回紹介するトヨナカッコは山内翔太さん、吉井典弘さん、ともに大正学園高校に通う3年生。2人が頑張っていること、それはジャグリング。2人は大正学園高校ジャグリング部に所属。週に3日から4日、校舎にある多目的スペースなどで練習に励んでいます。今頑張っているジャグリングの種類は、シガーボックスですかね。3つの箱を磁石でひっついているように見せるところです。ディアボロを中央ブーマーですけど、手軽に客に見せれまして、比較的インパクトも高くて客受けがしやすくて、なおかつ簡単っていうところがやっぱり魅力ですか。それでは2人のジャグリングをご覧いただきましょう。ジャグリングの魅力は、難しい技とかやっていくうちに、まあ最初は難しいんですけど、それができてくる楽しさと、あと演技をみんなに披露した時に、その歓声がもらえた時の喜びとがやっぱり魅力の一つですかね。ジャグリングをやっていて良かったことは、最初一番やったのがボールなんで、ジャグリングの中で、はい、最初は2つやったんですけど、3つできるようになって、わあ、めっちゃすごい嬉しかったですね。大正学園高校ジャグリング部は、千里文化センターコラボで開かれる大正学園高校展などの学校行事のほか、地域の小学校で行われる敬老会などのイベントにも参加し、パフォーマンスを披露しています。また吉井さんは個人でジャグリング大会に参加し、さらなる技術の向上に力を注いでいます。青春の1ページをジャグリングで刻んでいく2人に夢を聞きました。これからも一発芸としてみんなを驚かせたいと思います。もっと技を磨きまして、でもっと上手くなったら大会にいっぱい出まして、で賞をもらいながら他の方々のジャグラーと交流を深めたり、でそれを交流を深めたきっかけで日本から出て海外とかでも演技ができたらいいなと思っております。それぞれの夢に向かって頑張れ、山内翔太さん、吉井典弘さん。輝け豊中っ子、今回は大正学園高校ジャグリング部の山内翔太さんと吉井典弘さんをご紹介しました。いや、ジャグリング部というのは珍しいですよね。そうですね、2人は今 CD などの音楽を流してジャグリングを行っているのですが、これから新しい挑戦としてギターが得意だという2年生の島田いつきさんの演奏でジャグリングを行うことを計画しています。ギターとの共演、はい、はい、島田さんはその場の雰囲気で即興でギターを演奏することが特技ということで、2人のパフォーマンスと島田さんのギターの共演が部の目標とのことです。ああ、いいですね。パフォーマンスの幅もますます広がりそうですね。そうですね。また現在部員は2人ですが、取材した日に1年生の住友正史さんが部活動の見学に来ていまして、ジャグリング経験があり入部を考えているとのことでした。期待の後輩が入部すれば部としてますます活躍が期待できますね。そうですね、これからも周りをあっと驚かせる技を磨いて頑張っていただきたいですね。はい、以上、輝け豊中っ子のコーナーでした。